磯釣りにですね必要な道具類ですね、これを紹介したいと思います。まず、磯クールですね、磯バッグですねがあります。それからロッドケースがあって、クーラーで餌を入れるバッカンですね、でフィッシュバッカンありますね。まず磯クールですね、これには、小物類からそれからリールとかで自分の大事な貴重品とかですね、僕は入れるようにしてます。財布だったり携帯だったり車の鍵だったりも全部この磯クールの中ですね。しっかり蓋をしとけば濡れたりしないし、で、しっかりできてるんで大事なものを守ってくれるですね。もうここにほとんどの、釣り具類も入れてますね。で道具入れとして、貴重品入れとしての役割ですね。ロッドケースですね、これも、自分の大切な大事な竿をね守ってくれるもので、ロッドケースとしてあるものは全て、しっかり作られていると思います。で物によって違うんですけどね、こういうサイドポケットがあったりして、マケ尺だったりね、タモの、枠だったり網だったりね、お入れるところがついていたりします。でこの中にこうやって竿を収納してて、タモの A ですねとかもこの中にロッドケースの中に収めてますね。バッカンですね、これはもう、巻き餌、餌入れなので、これは40センチを僕はよく使うんですけど、まあ、種類いろいろねサイズがあったりします。それから、ソフトタイプだったりハードタイプだったりっていうのもたくさんあるんですけど、それぞれの、好みだったり餌の量で決まっていくもんだと思いますね。中には、今日使う餌を入れてこう磯へ持ってきてますね。このフィッシュバッカンはもともとですね、釣った魚をここに海水を入れてですね、生かしておく、まあ、あの競技会とかね、釣り大会とかでもこう生きたまま、維持して港に持ち帰ったりっていうのにも使われるし、あとは普通に魚釣りに行った時も、生かしておいて、でその中から魚選んで持ち帰るとか、そういうのにもね非常に便利なものです。で釣りをする前はこう荷物入れにしたりとかですね、僕はそういう使い方をしてますよね。そのバッカンの中に入りきらない予備の餌だったりとか、それから、他にもこの中には、必要なものですね、水汲みバケツがあって、でバッカンにつける尺立てですね、尺が落ちないように使いやすいように水を張ってここにつけて使う尺立てがあります。で刺し餌入れですね、針につける餌をこれをバッカンにセットして、ここから何種類かの餌を選んで使い分けていくっていう刺し餌入れですねもあります。でこれには、サイドにですねポケットがついてます。でここに、エアーポンプですねがつけれるようになってて、で魚が釣れたら、この中に海水を張って、でこの先にこうポンプのブクがついてるんで、ここからエアーが出てこの中で、生かしておけるっていう機能ですね。であとはそのもちろんこれに魚を入れなくても釣ってクーラーの中でね魚をそのままもう閉めて収めるっていう方法もあって、その時はこのフィッシュバッカンとしては活用 しないんですけど、一つ便利なのは今はここにこうやってその竿が立てれるようにね、ロッドスタンドとしてのものが
付随してついてます。これはその大事な竿とかを磯の上でこう立てかけておいたりするのが億劫になったりするんで、傷もついたりしますから、そういう時はここに水を張った状態にしておくと、立てて細かい作業ができたり、魚を取り込んで後にここに刺して、で竿を安全な状態で保てるっていうのはとても便利だと思いますね。ただここに荷物がない状態、空の状態でここに竿を立てると風とかでそのまま倒れてしまうことがあるので、必ずここに竿を立てるときはこの中にしっかり水を張ってる、もしくは重たいものがちゃんと中に入ってる状態で使ってください。そしたら、大事な竿が、ずっと綺麗なままで、使えますよね。クーラーは、自分の食べ物ですね、もちろん飲み物も。それから僕はこの中に、刺し餌を入れて保管してたりもしますね。やっぱ保冷力があるので、もちろん魚をね持ち帰るにも使うんですけど、冬場とかはねそんなに、必要じゃない時もありますね。ただその気温が高い時、夏場とかはねもうその磯の上も暑くなってくるんで、そういう時は梅雨時とか夏場とかはしっかり水分補給が必要なので、しっかりクーラーに入れて持っていくようにしています。